7月30日火曜日、美杉町沖津にある八幡地域住民センターで、第1回 JR 名勝線の利活用を考えるオープンディスカッションが開催されました。JR 名勝線の利活用を考えるオープンディスカッションは、平成27年度中に予定されている JR 名勝線全線復旧後の利用方法、また JR 名勝線をどう地域活性化へつなげていくかなどについて、自由に意見やアイデアを出し合う意見交換の場として開催されたもので、11月まで3回の開催を予定しています。第1回目となるこの日は、小学生を含むおよそ70名が参加し、はじめに前橋町が、皆さんの思いが実って名勝線が再開通します、今日のディスカッションを名勝線と美杉地域を盛り上げる場として活用してくださいと挨拶をしました。続いてコーディネーターの愛知工業大学工学部都市環境学科客員教授伊豆原浩二さんから講話が行われました。その後のディスカッションはワールドカフェ方式で行われ、7つのテーブルをカフェに見立て、進行役であるマスターを1人ずつ置き、参加者はそれぞれ選んだ3つのカフェで意見交換を行いました。7つのカフェでは、名勝線復旧に今思うこと、名勝線の PR コメントなど、さまざまなテーマで話し合われ、参加者は、もっと歴史的資源を生かしましょう、景色のいいところは、列車をゆっくり走らせてもいいのではなどと、自由な意見を出し合っていました。その後、マスターたちがそれぞれのカフェで出された意見を発表し、最後に伊豆原教授が、自分たちで盛り上げていこうという意見が多かったのが印象的でした。今回はスタートですが、これからも継続的に頑張っていきましょうとコメントし、この日のディスカッションが終了しました。このディスカッションは今後2回行われる予定で、集められた意見やアイデアは JR 名勝線の活性化や地域の活性化につなげていきます。どなたでも自由に参加できますので、ぜひご参加ください。